皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド東京からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはウッチーこと内山店長です。はい、内山です。よろしくお願いします。ウッチーちょっと久しぶりに、はい、久しぶりになっちゃいましたけど、はい、ちょっと最近動画ご無沙汰だったんで、今日はもう張り切ってもやってこう若干空回りの予感、空回りってことで、はい、ちょっと紹介したいと思います、はい、で紹介したい車がこちら、はいはい、今日はフェラーリの488ピスタでございます、はい、僕がずっと紹介したかった車でございます。そうです。僕もずっと紹介したかったんですけど、ちょっとタイミングがいろいろ合わなくて遅くなってしまいました。はい、もうついにご紹介の時がやってまいりました、ね、やっとご紹介できます。もう最初にいいですか。はい、どうかしてますどうかしてますね、これは。どうかしてます、はい、完全にどうかしてます。まずもうピスタっていうところですごいのに、はい、この色、はい、これはどういう経緯でこうなっちゃうのかっていう、はい、これはウッチーの好きにしていいよ、いただきましたいただきましたね。まずピスタを改造するのがまずすごいと思うし、はい、それをこう全部お任せで、はい、でしかも提案されたのはこれなわけじゃない、はい、これをいいよって。いやだってかっこいいじゃないですか。まあ確かに、はいはい、やっぱお客様はちょっと不安がってましたよでも大丈夫ですと。なるほど、はい、僕はイメージできてますと。完成形が見えてるうちにはもう自信満々でお勧めさせていただいた仕様ということ で、はい、でこれはラッピングで全部なってる感じでしょうか。はい、そうですね、ラッピングで。もともとはグレーだったんですけれども、もう一気に全く違うカラーへフルラッピング。ツヤすごいね。すごいですね。やっぱりイノゼテックのフィルムなので、ツヤ感はやっぱり他のフィルムに比べるとまあ塗装に近いのかなと思います。過去何台もこうラッピングで紹介しているイノゼテックのものを使っていると、はい、そうですね。で本当にこの貼り方もうまいんで、はい、こことかってもうどう貼っていいのか、いや素人目にはすごいですよね。分かんないですけど、よく貼るなって思いますよね本当に。このピスタのこの穴をこう穴っていうところですけど、はい、これをこううまく貼ってる、はい、だ本当にこう端っことか見ないと分かんないですね。ラッピングで分かんない。多分もうちょっと離れてみたらこの車がラッピングっていうのはなかなか気づかないと思いますけどね。でまたこのベージュのこのソリッドでしょ。これソリッドです。これにするっていうもうウッチーの頭もどうかしてます、ね、もちろんいい意味でね、はい、でこれがもうなんかもう日本じゃなくて海外っぽい、うん、いやだってなんかもうこういう車だから成立する色だと思うんですよ。確かに、確かに。これがやっぱり普通の例えばセダンとかちょっとちっちゃめの車でやってもなんかそんなにインパクトないと思うんですけど、これフェラーリでピスタでベージュみたいな、まあ、そういう組み合わせがやっぱり意外性が重なるとかっこよくなるじゃないですか。役付きのこのとんでもない車でとんでもない色、はい、ただ全体的にはちゃんとまとまってるというか、はい、あれワンチャンもしかしたらこれちょっとテーラーメイドでこんな色ありえるのかななんて思っちゃったりとか、思う人も多分中にはいると思いますよ、うん、走ってるのを見かけたら。とにかくもうすごいこれだけで、はい、だからもうインパクト、そうですね、車がなんか完成されてる感じが、はい、で今回これプロテクションは、下に貼ってあります。あ、なるほど。はい、もともとプロテクションフィルムが貼ってあったので、まあ、剥がすのももったいないのでその上にイノゼテックを重ねて。そんな技もできる。はい、できます。じゃあなる、塗装も守りつつ、はい、プロテクションが貼ってある車でも色替えなんかができちゃう、はい、そうですね。でこれはじゃあ全面、一応まあフロントフルと A ピラーまでは貼ってあります。 まあ、あとドアミラーも貼ってありますけど、ちょうどこの A ピラーのここに段差がわずかに見えますけど、はい、そこまで貼ってあると。そうですね、そんな仕様になってると。であとはこの車はもうとにかくカーボンパーツ、まあもともとやっぱりピスタなのでカーボンパーツが結構満載なんですけれども、今回はそれにプラスアルファしてまずカプリストのドアミラーですよね。あ、これカプリストなんだね、はい、カプリストのドアミラーにして、まあ昔はよくこの表面を塗装してたりとかボディカラーにしたりしてたんですけど、ちょっと今回はその変えて、このなんですかね、ドアミラーケースのこのサイドのラインに沿ったところをボディカラーにしてやってみたんですけど、まあ、これが結構なんか思ってたより良くて、はい、なんかすごいまとまり感が出たなっていう感じは。だからミラーがちょっと一回りちっちゃく、はい、スタイリッシュにこう見える。そうですね、ボテッとしてない、はい、うん、じゃあこんなのがカーボンパーツで足してあると、はい、あとはもともとちょっとそのサイドスカートだったりだとか。サイドスカートはこれノビテックのサイドスカート入れてます。これ純正じゃないんだ。純正じゃないです。じゃあしっかりこの辺も変えてあったりとか、はい、こうちょうどここが
なんですかね、こう純正のサイドスカートとつながるようになるので、か横から見た時にこう下のボトムのラインがまっすぐになるようにデザインされてますね。はい、もうとにかく他もカーボンパーツのこの一体感、そうですね、だってこの辺のドアミラーの、あのガラスの根元っていうんですかね、うん、ここもノビテックのカーボンパーツですし、あ、そこもノビテックなんですか。はい、フロントフードのこの何ですか、うちをこうガラス寄りの部分、一番手前のここもノビテックのカーボンパーツが入ってます。なんでしょう、もうボディカラーがちょっとぶっ飛びすぎてて、はい、カーボンパーツこんなにたくさんついてるのに、はい、嫌味じゃないという、嫌味じゃないですね、うん、まあついてるよね、はい、みたいな、まあ、デザインがそんなにこう大幅に変更されるものでもないので、純正で足りないところをこう補ってあげているような感じですかね。なるほど、はい、もうとにかくすごい改装、はい、そしてそこからのこのタイヤホイール、はい、やってまいりました、はい、来ましたね、内山今一押しの AL13DB017 です。でこれまたフィニッシュが今回キラキラですけれども、はい、もうこのボディカラーには絶対ポリッシュ系だなと思ってたので、ガンメタとかっていうよりは絶対普通のミラーポリッシュの方がかっこいいなと、よく似合うと思って、ピッカピカ、はい、ブラッシュドフェイスのポリッシュドウィンドウです。じゃあ天面のそのタイヤのところだけブラッシュドがかかってて、はい、まあ、ちょっとアクセントになっていいかなと思います。なるほど、ちょっと立体感が出てる感じで、はい、そして特徴的なのこのセンターキャップの、はい、3D センターキャップですね。これもまたすごいよね、今人気ですね。やっぱりこれもセンターキャップが立体的に見えるので、なんか新しいですよね、他にはない、他のメーカーにはないデザインなので、ちょっとアルミを使った芸術作品、はい、そしてまたちょっとこのトゲトゲのデザインと、はい、よく見るとこう5本スポークが見える、このな、はい、がなんかそのフェラーリのこれに合ってる、いや、こういうスーパーカーだからこそちょっとこういうスポークの多い艶っぽいホイールっていうんですかね、デザインを組み合わせるのが僕はちょっと個人的に好きなんですけれども、ただこれでも5本のダブルスポークをベースにしてて、そう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 、スポーティーながらもスポークが増えてるのでちょっとメッシュっぽいデザインにもなるっていう、まあ、その辺のバランスがすごくいいかなと思いました。だから全然違うホイール履いちゃうんじゃなくて、はい、ちゃんとなんかベースのところにその5本スポークが見えるので、そうですね、はい、よりこう似合ってるという。そしてもうフィッティングはバッチリです。得意の内山フィッティングで、はい、もうこれ以上にないぐらい、何台ピスタにホイールをつけてきたかそれは言い過ぎですか。もうミリ単位で、はい、ちょっと出づらって、今日ちょっと実は、はい、この動画今撮影する前に、はい、PV の撮影を行ってきたじゃないですか、はい、やっぱりこのホイールの出づらってこう走ってる時のホイールの見え加減、はい、大事ですよね。だいぶ変わるんで、本当に大事です。どの角度からこのキラキラとスポークが見え始めるか、はい、やっぱりそれタイヤのこのチョイスも重要だし、そうですね、重要ですね。引っ張りすぎてもダメだし、立たせる時のオフセットも選びもすごく重要なので、確かに、はい、ちょっとむっちりさせすぎてもおかしいし、そうですね、引っ張りすぎちゃうとちょっとこの若者感というか、はい、まあ、ある程度こうちょっとショルダー寝かせてるぐらいの方がなんかこう走れる雰囲気もあったりとかすると思うので。でまたこのフェラーリ、もともとブレーキ、キャリパーもローターもでかいんで、はい、もうとにかく足回りの豪華さと、そうですね、まあ、キャリパーはもともとマットシルバーだったんですね、純正で。だけど、まあ、それでも良かったんですけど、ちょっと手を加えるともっと雰囲気変わりますよということで、最後の最後でキャリパーペイントは追加で、施工させていただいて、ちょっとこう鉱物感のあるガンメタっぽい感じですよね。こんな感じの足元、はい、そして後ろもじゃあ一緒に見ていきましょうか、はい、後ろもこの定番の1インチ大きいセットアップで、そうですね、後ろは22インチになってます。で335252を組み合わせてます。タイヤのチョイスも絶妙な感じで、はい、これまたフロントとリア当然こうサイズが変わってくるわけです、はい、でこの立ち具合、寝具合、はい、これを合わせるのか、はい、ちょっと絶妙なところに持ってくるのか、いやもうね、これは本当にこのタイヤだとこの J 数だとこれぐらいになるからとか、そんなのばっかり考えてます。結構メーカーによってもこう全然違うので、幅が全然違う、はい、なのでその辺はすごく気を使う部分ではありますね。なるほど。そして今回ローダウンも結構激しめですけど、はい、ちょうど指が横に入らないぐらいですかね、はい、まあちょっとその辺は車高は内山の希望で、あ、なるほど、はい、
なるほど。じゃあこれだけ低くてもリフターが入ってるんで。そうですね、あの全然安心してお出かけいただけると思いますし、四輪上げられれば。そうですね、特にこの手の車はリアのディフューザーが低かったりして、はい、もうピスターはディフューザーがめちゃくちゃ大きいので、後ろは結構リフターがついてないとかなり気使うと思います。ちょっと後ろもじゃあその低い具合を見てみましょうか、はい、これね、だから後ろから今日撮影で走ってるところをついてみましたけど、はい、もうとにかく低い低いですよね、うん、だから走っててすごく僕もなんかディフューザーするのが嫌だなと思って気使います。やっぱりこうフロント低い車ってこう乗用車とかでも、はい、クーペとかでもリップつければできるけど、はい、後ろが低い車ってちょっとこうスーパーカーの特権だなっていう、ね、はい、でちょっとこのただものじゃない感がやっぱりこうリアビューから見て取れる、このどっしり感がまたかっこいいと思います、うん、このはみ出てるっていうか、もうギリギリまで出てるタイヤホイールと、はい、ギリギリ見えるこのディスクとこの後ろの低さ、そうですね、そして全部カーボンなんで、ここのレーシーさと豪華さも、はい、もう抜かりない。でこのトランクル、あのリアのウィングはこちらもノビテックのリアウィング、これもノビテックなんですね、はい、なるほど。ちょっとこう跳ね上がりが延長されて、よりスパルタンな感じになるのがかっこいいですね。なるほど。これでも本当に言われないと茶会なのかどうなのか。そうですよね、まあ、もちろん詳しい方は分かりますけど、はい、そのぐらいのちょっと自然なデザイン、あまりこの純正の雰囲気を崩しすぎないっていうのもすごく重要なポイントだと思います。あともう一個重要なのは、そのカーボンもフェラーリこの平折りって言って、はい、こう斜めになってない、やっぱりちゃんとそこは合わせてあげないと。でその目の大きさも、はい、もう大体合ってるという。そうですね、なんでここをまああえて変えるっていう手もあるかもしれないですけど、まあ、でもやっぱりできれば合わせてあげた方がいいと思います。はい、自然な感じが出る、はい、それじゃあ中は特にカスタマイズは、はい、そうですね、こちらはまあカスタムというはしてないですね、まあ、フェラーリのまあオーダーなので、いろいろな素材だったり色を組み合わせて作っている車なんですけれども、もともと車がグレーだったので、内装はグレーのアルカンターラとセンターのストライプは。なるほど、だからここに合わせてあるわけ、はい、そうですね。ただやっぱりちょっとこう落ち着いた色なんで、はい、全然こう違和感がないないですよね、うん、でも今度逆にキャリパーをガンメタにしたことで内装とのバランスも取れてると思います。なるほどな、はい、確かに結構これ発色のいい外装内装なんかでやったりすると、はい、こうラッピングして全然色違う色にしたときに、はい、内装とちょっと今度合わなくなる。組み合わせがやっぱり大事なので、その辺はやっぱりこう全体的なトータルバランスとして、まあ、内装の色と例えばキャリパー合わせたりとか、そういった部分でこうバランスを取っていくことはすごく大事だと思います。でこんなに大胆なことをやってるのに、はい、バランスが本当にいい。内山の腕の見せ所でしたかね。いやもう恐れ入りました。ああはい、というわけで今回はモンド東京でカスタマイズさせていただいた488ビスタをご紹介させていただきました。もうこういうスペシャルな車でも、はい、もう足元のセットアップから任せてください、はい、ボディのカスタマイズまでできますので、はい、お気軽にお問い合わせください、はい、ボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。